今朝のリポートはこちらです。一風変わった車の話題です。自動車の表面を加工してオンリーワンの姿に仕上げるカスタムペイントと呼ばれる分野で世界から注目される男性が奈良県にいます。芸術品のような車を生み出す原動力は誰にも負けたくないという強い思いでした。まるで彫刻作品のような緻密な模様が描かれた銀色の車体、車の表面に塗装や加工などを施すカスタムペイントです。この車を作り上げたのが奈良県で自動車塗装会社を営む伊沢隆彦さん。塗装一筋27年のカスタムペインターです。見たことないものとか、今まで世の中に存在しなかったようなものをどん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 こう発信して、でそこで感動とかを与えれたら、僕たちの仕事のやりがいがもっともっと出てくるんで、そういうのを求めて結構いろいろ取り組んできました。伊沢さんは世界最大規模のカスタムカーのイベントに毎年のように出展、プロ中のプロをうならせてきました。国内外で高い評価を受けたのは強烈なオリジナリティです。伊沢さんのカスタムペイントは全てが手作業、とてつもない手間と時間をかけて精緻なデザインを作り出します。自分らしい表現を追求し、下地やカラー塗料など開発する段階から行っています。この車は2年の歳月をかけて作り上げました。見たことあるものを見てもなかなかね、その感動って半減すると思うんですよ。でもやっぱ見たことないものを見て、あ、こんな綺麗なものがあるんや、こんなすごい技があるんやって、それをこう表現できるようにならんと、ほんまの感動って与えれないと思うんですね。高校卒業後から板金塗装屋に勤め、塗装の道を歩み始めた伊沢さん。アメリカの雑誌から知識を学び、カスタムペイントの技術を磨いていきました。転機は30代の頃に参加した自動車パーツのショー。本場アメリカのペインターから衝撃の言葉を投げかけられました。アメリカから見た時の日本のカスタムペイントっていう業界がちょっと真似シーンみたいな感じで、コピー屋さんみたいな感じですごい見られてたんですよね。それがすごい僕の中ではちょっとショックで、自分らしさとは何か、伊沢さんは誰もしないような手作業にこだわり、オリジナリティを追い求めます。次第に伊沢さんの車は独創的で芸術的だと世界で知られるようになっていきました。今、伊沢さんは自身の塗装技術を広める活動を行っています。同業者に向けた技術講習会です。開発した技術を独り占めするのではなく、多くの人に開放しようと考えたのです。いわゆるコロナ不況の影響も受けている塗装業界の助けになればと、少人数での講習会など準備を進めています。業界がもっと盛り上がってほしいなっていう、どんどん技術もいろいろ教えて提供して、それぞれの部分でそれぞれの意味で感動を与えれるように、それが僕たちの仕事だと思ってるんで、まあそれをずっと続けていきたいですね。私も正直この分野初めてしっかり見たんですけれども、はい、私もです。すごい技ですね。ちょっと感動しますよね。はい、
あのカスタムペイントですよね、この分野でぜひ日本を引っ張っていってもらいたいですね。リポートでした。さあ、それでは気象情報です。